これやってねえんだけど、最近とか全然説得力ないんだけど。そして相対するはチーム品川のいたずらパイ、昇進 VS 決死。そうだけどね、このね、開幕かうろい、強気めっちゃやってるから、バーこれはあれですかね、ひょっとしたらチームメイトからのアドバイスも、一番の目は好きなようにやるみたいな指示出てるかもしれませんね。品川の人たちの対戦相手が、はいはい、コンパクト、ヨッピーと首なしなんです。はいはい、さあ、イタシュン VS イタズラダルマなんで。さあ、ショベルフック、ショベルフック、最近だとカード作り変え直したりとか。さあ、イトシュンがまず1ラウンド選手、あんまりライン当てんない、そう、当てたんないんですよね。さあ、かつてイトシュン最強時代がありました。取ったものの、ちょっと動きはね、正直怪しい。最近やってないとはいえ、それでもイトシュン、どうだ、打ち込んでいく、おっと、ついていく。さあ、さあ、ここは決めて、イトシュンが 2ラウンド選手出して、様子見して、当たらなくなったら変えようみたいな。ここまあ確かに、あ、エルボースラッシュ、先手を握ってるのはやっぱり糸旬なのかなって気がしますね。さあ、ここは投げてきたいたずら、いたずらも糸旬相手とはいえ、臆さずにやっていきます。大会になれば、団員やキャリアは関係ありません。しかし、ここは糸旬まず一人抜き。これ、ね、例えば糸旬がそんなラッパ打ってんのとかも懐かしい懐かしいな、おい、懐かしいね。あ、これ例えばね、そんなに自分の連動が高くなかったとしても、相手がどれぐらいブラッドのことを分かってるかっていうのを観察したりするっていうのは多分、まあ、プレーオフが、まあ、敗れても、一応プレーオフで負けたチームもワイルドカードに回ると、そうそうそう、いう形ですので、まあまあ、経験値が。とはいえ、やはりワイルドカードに回るよりは、今ここで相手チームをバチコンと仕留めて、決勝トーナメントに行くのが一番気持ちいいですからね。展開も考えられますね、これ。さあ、2人目で出てきたのは、ネモの旬ですね、ネモ旬。でもネモって人も、こんな段位じゃなかったはずなんですよ。なるほど。さあ、伊藤俊は先方、ネモが次方、ね、現在そんなことはないだろうっていう感じですけども、大仏パンチ VS チーム品川が行われております。開幕ダッシュ投げ、まず開幕ラジオダムナンコンビネーション、さあ後ろ投げ、そしてネックスラッシュ、露骨に昇段を打ってる、さらにトリプルニード、流れるような攻撃の組み立て。さあ、果たしてネモ、ここ抗えるか。これはとりあえず飲んでおきたい。ロックク最後は下パン減らせず、伊藤俊がまず 1ラウンド選手、ね、結構みんな失敗避けてちゃってますよ。ああ、確かに。いや、でもね、俺もそのやってない身だから分かるけど、やっぱ勝手に出ちゃうんだよね。ああ、勝手にジャンプパンチが出たりとかお前どこ行くんだよお前みたいな。根元が今回は返したばかりに取っていく。いちいちさあ、瞬間取り返す。さあ、どうする。さあ、ここでカウロイ、強い膝、さらに側面攻め、まあ確かに。さあ、この攻めの組み立て、さあどうだ、でもここは今のうちに飲んでおきたい。さあ、まあここはリングアウト、オッケーといったところでしょうか。1杯減らされてしまいましたが、お前飲みたいんだろう、負けて酒を失うぐらいなら酒を飲んでおきたい。さあ、膝が見えている。さあ、ほら、公衆連帯、お酒を飲んで6杯。上腕は打てるが、打てるが、糸旬は狙ってるよ、それを。やはり長腕最初が打てるようになってからが試合スタートですかね。攻守対結構細かい、あーっとー、ひどい。さあ、一気に余裕も覚まされる、細かいダメージを。さらにリングアウト見えてきたな。ここはゲッツがね、押し返していく。あーっとね、指客あるのか、まだあるのか。さあ、これはあーっと最後パートバット、あっち伊藤俊が2人抜き、あっちですよね、あっちあれコマンドなんだっけ、なんか裏系だったのか 24K だったのか、どっちだっけな。さあ、チーム品川は3人目に誰を持ってくるか、全然覚えてないです。変わったんだ。首なしライダーケビン先輩、つかんまジャッキ、一時期裏系で、一時期 24K だった。今どっちか分かんない。ここはケビン先輩ですかね。まあいいでしょう、あっちキック当たりましたね。ケビン先輩来ました。ほうほうほう、結構見るんですけど。さあ、品川の維持、品川の誇りをかけて案外動けます。今回、なるほど、品川でのチーム出るのが難しいかと思われましたが、
やっぱクリアスライダーチームメンバーかき集めてチーム品川結成しました。連携みたいな、伊藤俊の通常連携でやっぱやられてしまうとちょっと苦しいなっていうのはね、まあそこをちょっとしっかり高めていきたいなっていうのは。さあ下段下段と下段で押していくケビン先輩、キャラ対策なかなか難しい。さばいていく、これはしっかりコモ決めて、さあこれさばいていく、さばきメイン。さあケビン先輩がまず1ラウンド選手、膝もあるからね、あそこからね、結構怖いところなんだけど、パンチさばきが決まったところ。下段下段打った山崩し、どうだ、壁攻撃も取って引き車に段突き。さあ流れるような攻撃の組み立て、ケビン先輩。さあおと、はい、キック、ああ、どうぞどうぞどうぞ、いろいろあって、しかしここはトリプルに投げが決まって、ここから伊藤俊がターンを奪い返していく、どうだ、P カウンター、投げはしゃがまれているが、さあ、PK、どうだ、さあ、膝、さあ、PK、さあ、と、はい、はい、さあ、ケビン先輩、セットポイント、ね、ああ、確かに、さあ、さばきが3分の3で成功しているような感じに見えますね、俺は。掴んで、首相撲を。いきなり体力が4割奪われてしまう。ちょっと行け、ここは投げる、雷戦かかと落とし、さらに側面、しかしここはネックスラッシュで投げていく、下パンカウンター、さあ捕まえて膝膝と、さあ伊藤氏も取り返して1、2、固まるんだろここでみたいな、ここで側面カウンター、しかし攻めの継続、さあもうパンチを打たないような耐えれる。ドラを決めにヒット、さあ、はい、キック、ここで前でキック、カウンターヒット、伊藤俊が取っていく 2-2。 さばき警戒のあれに変えたんですか。そうですね、さあどうするケビン先輩、さっきまでの2ラウンド目までの勢いを取り戻したい。おきげり、さあこれは1がいい位置だよ。さあこの手で掴みたい、どうだ、ひばら打ち、さあ下パンカウンター、あー投げ届かなかった、エルボースラッシュ、ビージ投げ、ピッチ下パンカウンター、下段、いやー、おぉー、エルボーが待っていた、出し切っていく、ノーキックで拾って伊藤俊、3人抜き、あと一発、さあしかしケビン先輩敗れはしたものの、あれがある、その魂は後ろに繋がった感じがある。あとね、やっぱダイブスパンチチーム力高いから、お前もっとこうしろみたいな、多分ね、後ろとか横とかでみんな行ってくるわけよ。さあこれを受けて、そういうのもあってね、伊藤氏の動きがね、残るは首なしライダーと津田沼ジャッキー、進化してくるからね、それをできるからまだあれなんですよね。はいはいはい、確かに。さあ3人の敗北は無駄ではしない、首なしライダーの来信、まあね、無理無理って言っちゃう、うるさいから黙ってるみたいなねできねえ、伊藤俊 VS 首なしライダー、伊藤俊は先鋒、首なしライダーは副将となっております。これはさっそ、うん、今多分相当強いですよ。なるほど、渋谷で結構やったんですけど、はいはいはい、みんなさあオクタゴンステージ、おーレイフェイの強みをいかんなく発揮できるか、首なしライダー、さあ押し込んでいくが、ここは避けていた、そうだ、これね、やっぱりそのこの壁ステージをうまく使うっていうのはやっぱり壁に貼り付けるバーチャーやっぱかなり難しいと思うから、どうだ、さばいてさばいて、伊藤の差が出るような、さあ組み出しライダーがまず1ラウンド選手、また伊藤選はどうだ、射程賞当店賞、そういやーやっぱきついっすわ、優先当店賞、さあここで先進行でカットンできるなんて勝手に思ってるんですが、さらに壁に押し込んでいきたい、さあコンボから、コンボお高い、これがレイレイの壁コンボか、この火力、さあ音、しかしブラッドも下がる、壁まで追い詰める、さあサピケー、大丈夫か、この火力、壁込んだらこっちも負けとらんと、伊藤俊が押し込んでいきます、さあ上がっているカウンター、おお KGP、 天使っぽよけて投げ上げて、さあシャープシューターカウンターからのコンボ、さあ画面端、さあしゃがんでマジです、おっと足位置が変わったな、今どうだ、KGP 天使っぽ側面攻め、さあ投げ抜けて、さあさあ PK から壁にちゃんと持ってくれた、下げらましよ、さあ伊藤俊の動きが切れてきた、確かに滑らかな動きで、ブランクは試合で埋めればいい、さあそう言わんばかりの伊藤俊、さあこの位置投げて、ピンチ投げ、
さあ東証全身ポーズさあ首出しライダーもエクセレントでお返し2位全身ポーズだな絶妙な。どうだ下パン側面おっと下パンおっとここで投げさあ投げて中ロー球サピーっとさあしかしここで一気に体力追いついてきた。さあおお白いだここはやり込み PK さあ壁には張り付けたさあどうなるどうださあここでさあしっかり刻んだ追い詰められた伊藤俊どうするお互い即死系ゲーダウンミドルキックさあ首出しライダー腹の首の皮一枚繋ぎましたあれがあるんすよああまあ確かにさあダイブスパンチ別に、ね、決して悪いプレーじゃない優勝チームダイブスパンチだったんじゃないかなって思うけど、まあ、結果いらんことになってしまうんだよねああ難しいところなんですが地方で持ってくるな甲府メガネさあこれは甲府なんだな甲府さあここで甲府メガネを投入これあれですかね首なしライダーが勢いに乗る前にどうなんだろうなんか一番いけるプレイヤーが行く冷徹なプレーで止めたいみたいなところですかねっていうところなんだけどそれが甲府なんだなっていうそうっすねどうだしかしここは武装は袖車さあ甲府といえばこれといってもいいぐらいのフェイバリットアーツですからね投げ抜けてさあそこでカウンター受け身ミスるとここまで入る確かにそうだザバンヘクションから総飛脚さらにジャンプ攻撃から中間線進撃エロい展開ですね俺カードジャンプからの小投げさあどうだここで甲府が落ちると結構厳しいことになりますからね割と大仏パンチとしては勝負の一手だったような気がするんですが果たしてどうでしょうか下パンカウンターからの細かいダメージの取り合いがからの音投げが通ってさあどうするここはさばいていくさあ負けさあ首出しライダーよろしくからそのまま当たったような2ラウンド先取甲府メガネに対して仕事をさせないそうね両手両技の痛いんですよね相手相当が決まって一気にダメージ奪っていくのは首出しライダーさばいてちゃうんだけど出てきたのは甲府最後の開脚相当だ開脚相当が決まってさあまさかの甲府メガネが仕事をできずに敗れるよいしょ結構勝負の一手だったような気がするんですけどね大仏パンチ的にはここが敗れたのは結構重いんじゃないでしょうかさあそれを見て違うのかな中堅大仏パンチはあ小江戸だ小江戸さあ小江戸をここで投入あ小江戸も最近バーチャーをやってるのかちょっと怪しいところはありますがそれでも小江戸ですからねさあ小江戸バーサス首なしライダーそっちの方が自信があるって中堅副将戦となります、ね、さあ小江戸まず浴びせ蹴りから入る逆性剣そして横目の人をどんな感じなんでしょうかっていうところ使用点で撃を避けていたさっき言って野田下段はガード避けて側面でさあ行った側面から打ったおっとしかし逆択で山崩しさあ一気に体力追いついたどうだうわー下段さあ首なしライダー一覧の選手下パンカウンターから射程賞ミドルどうだミドルハイド下段サバンヘクションから入る浴びせ蹴りは避けて側面どうだ浴びせ蹴り避けて PK 打ち返してくるな小江戸ジャンプ攻撃さあ出し切った小江戸も取り返して 1-1 どうだここで開幕それなんだ天然反感一応立ち番者が立ちそうそうそうどうだサメ攻撃だったのかなっていうところだったんですがさあさてしっかり状況確認して
射程少佐飛脚が決まる。おっとここでいけないがごちゃったよ。これここは落ち着きたいクリアチャンスだ。さあしっかり結構冷静ですね。決めて組み出しライダーセットポイント。そう選球体どうだ。投げは抜けている。首なしライダーの勢いは本物か。止まらないぞ。しかしここは雷戦艦が到達し誇張壁がガード。下段回しさあ止めて。どうだ側面。さあここで PG 投げどうしているか。2点連半か。さあ決めた。首なしライダーが3人抜き。星を並べた。なるほど追いつく。確かこれ強えな。いやマジで今強いんすよ、ね、テレビ分かった。ちょっと結構やられてるな。組み出しライダー副将を引っ張り出します。さあジンが来るのか旋風が来るのか。通常じゃない構えから来る。ダイブスパンチ副将使ってるイメージ。スパ角とか、なんか結構見てちゃんとやってますけど、はいはいはい、なるんで壁がなくてもある程度やっぱり、戦える。あとキャラ対もちゃんとしっかりしてる。はいはいはい。さあ長考しかしどうやらこれはやばいですよ。旋風が座っていあジンですね。ジンが座っております。ジンが座ってると副将戦はジン VS 首なしライダーになりそうだ。大将に旋風を残した。旋風残す旋風大将。まあでも多分一番やってますか。なるほど。旋風がさあ首なしライダー品川の誇り、それを胸に3人抜き。このまま持っていけるか。全て信頼されてるっていう可能性がね。ジン VS 首なしライダー壁マスターは譲らない。あれ難しいところだけどな。ちょっとローフェンスとか、ね、ハーフェンスでもいいかもしれないんだけど、選んだのは八角形。さあ当然一番バチバチしてるステージですね。殴り合い。今回は陣の下げよう、まあ、ローフェンスハーフェンス全然あるというか、はしていたんですが、やはり一番自信があるのは奥太郎。しかもレイフェン奥太郎強いですからね。殴り合い状況と言いたいところでしたが、全然乗っていったのは首出しライダー。この勢いは本物か。どうする。さあ軍用落とし、こねくり回します。つむじつむじつむじ。さあしかしここは廃却相当。まだ壁が絡んできてないか。さあ軍用は避けている。投げてサメ戦尻尾からの落下る各種連水。どうだ。さあマイキーからの確定戦尻尾。さあどうするどうする。お互い知識圏内攻めていったか。飛び出しライダーいなしたのはジン。いいね避けてシャガパンから良かったと思います。さあ 1-1 さあ最初でラセン潜り込む。さあ壁にやって、いや行けこれも。さあラフに入れて避けていく。さあガードまさかのジンとガード寿司を呼んでいた。へぇ首なしライダーバーチャファイターで初めて見たぞ。あの動き品川副将壁飛び側の対策は壁飛びなんだよ。さあここは中文字ワニ的なし交渉で打ち込んでいく。さあまた飛ぶと見せかけて飛ばない。さばき飛ばいて壁コンボ下パンカウンター PK 打ち返すジン。さあ KGP。 さあジンボさすらスライディング。まあ当たんない。ここでやられるわけにはいかない。まだワイルドパンカウンター。終わった。おー確定したみたいなフレームだった。今のはジンボ破れて4人抜き。なかったね。組み出しライダー4人抜き。前になっちゃうなっちゃったね。後ろ前ケージなんだけど昨年の優勝チームダイブスパンチ追い詰められる。うわーこれは結構意外な。さあ4人抜き結果クビナシライダー。さあダイブスパンチ対象はパンチザ旋風来るかここまで。あさあダイブスパンチでは今旋風が、まあ、こういうふうについてやり込みが
高いんじゃないかという話も聞いております。果たしてその旋風、野生の旋風帰ってくるか。旋風 VS 組み出しライダー、確かに組み出しライダーの裏にはまだ津田沼ジャッキーが控えている。このいろいろ楽しみにしてるところもあったから、チーム品川、昨年の優勝チームホームか、それとも旋風踏みとどまるか。選んだのはハーフフェンス。ハーフフェンス、さあ最近やり込んでると噂の旋風なるほど。旋風 VS 組み出しライダー大将副将戦、分かってる的な。さあ、最後は側面から攻め込んでいく旋風、パンチで止める。さあどうだ、手元を称された当時下パンカウター、そしてハイキャクソート裏投げからの後ろ投げ、まあ、レイフェイも裏投げがあまり強くないキャラなので、まあ、裏は抜けにくい感じがありますよね。さあしゃがんで透かして、ここで敗山倒壊、うわー、熱波を読み切った。さあ首出しライダー1ラウンド選手、さあ各種連撃、さあここで誇張壁当たったような形で、さあどうだ、側面避けているがガラッチ、いろいろ投げ上げて、さあガラッチ、ガラッチがかなり機能しているように見えるが、どうだ避けて、これが前なのかな、前大きげなガード、下パンチ、さあ組み出しライダーマッチポイント、しっかり踏まえてのチーム品川、決勝トーナメントが見えてきたか。しかし旋風まだ、旋風踏みとどまれるか。さあどうだ、攻め込む旋風、ここで引くわけにはいかない、攻めてこそ旋風、大ダウンまで行く、危ないよ、全球体避けてる、踏みとどまった旋風、まだある、まだある、さあ避けて、さあ後ろ投げ相当投げていく、どうぞ肘、さあ3番いけ、さあおお、さあ投げて投げて、さすがにって感じでしゃがんできましたね。さあ全球体2連発、さあ追い詰められた旋風、ダイヤー酒方向が噛み合った。さあチーム品川決勝トーナメント進出。どう、さあ昨年の優勝チーム大仏パンチワイルドカード行き、確かに、じゃあ4番移していきますか。ハート様とユウちゃん爆炎神、さあ続いて映ったのは、片山軍団ですかね、これ片山軍団と、これハート様がいるんで、うおっ刺さる、くわっさあ、おっと探してる間に終わってしまいました。まだいる、これは結構長続きしてるんで、対照戦かな、ハート様が出てるってことは、片山わけ、片山軍団とニャンタ大戦争ですね。ちょっと星の状況はわからないので情報待ちですが、片山軍団とニャンタ大戦争、配信画面映っております。ユーチャが敗れて出てきたのはワゲですね、ワゲリオン、パンフを見ながら、そして 2P 側ハート様の高嵐、オクタゴンステージを選んできたのはワゲリオン、そうですね、まあ片山軍団は東北、まあいわゆる仙台系のチームですよね、東北系のチーム、そしてニャンタ大戦争は関西系のチームということで、東北関西決戦になっておりますね。片山軍団 VS ニャンタ大戦争、すごいなピンクの圧のハート。さあこの火力、さあハート様が決めにかかります。
どうだ、下段避けている。さあまずここは鳩を収めたい。 BG 投げで投げていきます。さあジャンプ攻撃で透かして、どうだ、さらにぶちかまし、最高剣みたいなね。どうだ、フレームを取っていく。さあ好き放題ハート様がやってますね。有利フレーム、有利フレームで、コンボがあの、さあここアッパーがカウンター。そうなんですよ、ジャパンコンボが跳ねない、跳ねないんでね。6面最後は肘、さあ上げも取り返して1-1。あれからね、リオン1軍で出てて、はいはいはい、対象副将、和毛が対象、ハート様が副将という情報が入ってきましたね。片山軍団対象和毛、ニャンタ大戦争副将はハート様。どうだ、天破り、久保破りで一発止めて、うまく相手を動かす、動きを固めていきます、ハート様。どうだ、側面から PKP、 さらに湿地小戦勝。シャガパンノーマルヒットだ、ぶちかましい。壁コンボが痛い、はいはい、そうだね、まあ、リオンも壁コンボは痛いんですが、いかんせんハート様に追い詰められる場面が。さあここで天破りが刺さる、壁コンボ勝ったのはハート様、ニャンタ大戦争が決勝トーナメント進出。ああこれで繋がりのことですね。なるほど。さあこれでプレーオフはまだ3兄弟がやってる感じありますね。ああまだ大将じゃないですかこれ。じゃあちょっとスタッフから入ってきた情報では片山軍団大将という話だったんですが、どうやら違うようですね。片山隊が出てきましたね。これが大将戦、どこまでとなるとハート様がどっちなのかが気になるところですね。ハート様が副将なのか大将なのかというのが相当いいですね。 PPKK とか片山パイが出てきましたね。ここで PPKK もそうなんですけど、あの最後 3P あるじゃないですか、 3PKK か、はい、あれも繋がるんですか、はいはいはい、あ東北地方、そう考えるとね相当スカル、まあ、なんだかんだでまだまだ東北、ゲームセンター東部あたりはバーチャー盛り上がってますからね。東北として決めたい。もう本当にビートライブの決勝トーナメント赤絨毯、片山パイ。さあどうやらハート様大将のようですね。大将戦、片山軍団 VS ニャンタ大戦争は大将戦。2発目避けていった。さあハート様ここまでね一発止めでやってきてたんで、さあこれですね、潜っていく、信じてもいい場面でしたが、あえて2発目打ってきた時に片山に避けていた。重そう。さあ突き、そう届いたぞ。さあ側面隠れ、PPKが隠ってしまう。これが高嵐の弱点。しかしそれを補ってあまりある強さがある。それをどう引き出していくか、ハート様。さあ PPKどうする、側面、しかしここは追い返していく。さらに投げてどうする、避けて避けて、ここで赤鬼あるか、さらに下段、しかしを弾き返していく。いやー最後は PPKK、 いや早い、片山軍団決勝トーナメント進出。あーしっかり抑えていった。最近の BTI では多分東北系チームが決勝トーナメント進出は多分はいはいはい、はい、